Tokyo Stylish Sports。皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。今日は新作ディスクレビューということで、このいよいよ来ましたミドルレンジ。これはもうこれから日本の中心ディスクになってくるんじゃないんでしょうか。ロック3。今日テストするのは L158.1 ぐらい。それからパープルですね。156.6 ぐらい。それからレッド、ワインレッド。156.7 ぐらい。それともう1枚この来ましたね、アトラス。これもミドルレンジのディスクなんですが、もうホームページなどで皆さんご存知だと思うんですが、横が若干のゴム系の素材になっていて、上がこれがブリザードなんですかね、スター素材のような素材になっています。 155.6 ぐらいのテストレビューをしていきます。はい、まず、形の説明からしていきます。まずロック3ですが、こんな感じですね。リムがこんな感じで、バックがこんな感じです、ね。ロックですね、やっぱりあのロックのモールドを使っているので、 DX のロックと同じ形が基本になります。若干トップの部分がフラットに近い形になるので、どちらかというとスターロックとかそういう形に近いという感じがします。握りの感じはミッドレンジ代表のロックなので、とても私なんかはしっかりくる感じです。そしてアトラス、アトラスですが、ちょっとねドームがベコベコな感じになるんですが、なんといってもこの二段素材っていうんですか、この横が結構 DX 系のゴム系の形になっていて、ここに貼り合わせたように別の素材が入っているという画期的なディスクです。でですね、裏のこの4箇所止めてるんですが、最初握る時に違和感あるかなと思って握ってたんですが、意外に違和感なくどこでも握れちゃう感じで、結構ミッドレンジいいですね。この2枚は日本を席巻するんじゃないですかね。はい、こんな感じの握り方になります。はい、まず 155.6 のアトラスからです。だいたい条件としては 80m、90m ぐらいのまっすぐストレートの感覚、フラットで出す感覚で投げます。まっすぐ飛んだ後、最後までまっすぐの軌道を保ったまま、微妙に最後左にちょっとグライドするぐらいの感じですね。DX のどちらかというとアトラスなんですが、 DX のロックに近い感じの飛びかなっていう印象です。はい、続いてロック3158.1を投げます。先に言っとくとですね、ロック3の方がアトラスよりもオーバーな飛びなので、アトラスよりもオーバーな飛びをする。では同じような 80m から 90m ぐらいのラインで、フラットな投げ出しで投げていきたいと思います。最後グーッと左に返ったの分かりますかね。アトラスも比べて最後左の返りが若干強い感じです。ではそのまま 156.7、同じようにフラットの投げ出しですが、最後グーッと左にグライドする感じ。それでは最後に 156.6 のロックを投げます。スーッと左に返る感じですね。若干風がある中なんですが、
6-3 確実に左に返ってくれる、向かい風でも確実に左に返ってくれると思うので足の内回りになると思います。はい、それでは6-3とアトラスレビューの方を終わります。ですね、ちょっと私の感覚なんですが、アトラス若干僕ちょっと投げるときに親指が立つ癖があるんですけど、ちょっとトップが滑るかなっていうイメージがありますね。6-3の方は、いわゆるチャンピオン素材なので手にしっかりしっくりくる感じがしました。6-3だとちょっと左に強いなと思う方、アトラスすごくおすすめです。多分これすごく傷のつきにくい素材だと思いますね。また DX のロックがとても好きな方、ちょっとオーバーなミッドレンジ欲しいなという方、6-3すごくおすすめです。確実に左に返ってくれる安心感があるんですかと思います。それではまた。